杉浦紀之助は、日本の政治家。元愛知県西尾市長。杉浦の医師により、西尾市は、多額の寄付を受け、西尾城美目丸後に、西尾市資料館を建てた。愛知県西尾市生まれ、1911年、福知村立福知人城高等小学校を卒業。1919年、西尾町の魚町の金物店、小岸屋に養子に入り、杉浦生となる。 1940年、西尾町議会議員に初当選。戦後、西尾町議会議長として、市政志向の実現に尽力する。1952年、西尾信用金庫理事長に就任。1953年12月15日、西尾市誕生とともに市議会議員となる。1957、市議会議長に就任。1961年9月8日に行われた。 西尾市長選選挙に立候補しし現職の坂部亀太郎をを破り初当選を果たした1965年の市長選は告示後に対立候補が立候補を辞退したため無投票により再選。市長在職中、工場誘致による経済基盤の確立に尽くした。また、文化、体育活動も推進。1965年3月に八つ面山市民。 体育広場の造成工事が完成。同年11月には、主体育館と市民会館が完成した。杉浦は中野市老陣営から参戦出馬を強く押されていたが、1969年8月7日に行われた臨時議会で健康上の理由により出馬しないことを表明した。1973年11月2日、西尾市名誉市民に推挙される。 1975年10月5日、死去。79歳没。杉浦の医師により、西尾氏は多額の寄付を受け、1977年8月、西尾城美目丸後に西尾氏資料館を建てた。ありがとうございます。